高熱と発疹、むくみなどの症状が現れる小児性少年多器官炎症症候群である小児期病を追跡し監視する韓国内のシステムが来週頃から稼働する予定である。このために貿易当局は専門家たちに諮問していた。韓国中央貿易対策本部患者管理チーム長は記者会見で 小児性少年多器官炎症症候群は、ヨーロッパと米国そして世界保健機構などで使用し提示している検査方法、事例定義、調査方式を韓国で適用できるよう、専門家たちに諮問していると語った。続けて、この過程を終えれば、韓国で監視及び調査法を確定し、 来週頃から監視調査システムを始められるようにすると付け加えた。小児性少年多気管炎症症候群にかかった児童は、高熱、発疹、目の赤み、むくみなど川崎病に似た症状を見せるが、新型コロナウイルス感染症の代表的な症状である呼吸器症状は表れない。 明確な発病原因は明らかになっていないが、新型コロナによる免疫の副作用である可能性が挙げられている。この疾病は先月にヨーロッパで最初に報告された後、米国などの欧米圏の国々に拡散している。現在13か国で患者が報告されていて、韓国ではまだ患者の発生や疑いのある事例は報告されていない。 最近では、この疾病は若い成人にも現れている。米国ではニューヨーク州立病院に20代前半の患者数人が小児青少年多器官炎症症候群により入院したとさる22日報道された。